ございます。京都市内にあるここは吉田寮です。本日は8月の23日となっています。金曜日ですね。吉田寮は現役の京大生が住まう住居でありますので、その中をですね、撮影するということは、しかも結構プライバシーが明けっ広げになってますので、そういうことはまず普通にできないし、それから、許可を申請しようという気にもならないので撮影はしませんが、学生寮なので本来は京都大生のための施設なんですが、格安旅行をするのであればぜひ知っておくと良い場所です。一泊の宿泊費は無料、一応任意のカンパは受け付けてはいるんですけれども、しかし本当に1円も払わなくても泊まることができます。旧印刷室というですね、布団がなんかこうぐちゃーっといっぱいになってて、布団とそれからゴミと、あとはなんかゲーム機とかね、なんか漫画本とか、そういったものとこう一緒くたになっているような部屋に案内をされて、そこで自由好き勝手に滞在できます。学生寮自体も明治時代か大正の初めかそれぐらいに建てられた、非常に価値のあるもので、土木の関係者もですね、これは保存するべきだという声が多数上がっているんですが、それに対して京大当局では、どうも解体の方針と思われます。何年か前に京大側から吉田寮に入寮している寮生に対して、何月何日までに、明け渡すようにという通告がありました。しかし、そんないきなりそんなことを言うなということで、京大生側も反発をしております。もともと吉田寮と京大当局の間では、何かそういうことがあった場合には話し合いをするという取り決めがあったのですが、京大側が一方的にそれを破って話し合いにはもう全く取り付く島も見せず、ただひたすら出ていけ出ていけと繰り返すだけの始末、そして、この度5月ぐらいだったと思いますけれども、京大側が、吉田寮に入寮している20名ほどの学生を訴訟するという事態にまでなったようです。本来は話し合いによって解決するという取り決めがあったのに、訴訟というあまり好ましくない事態にまで発展しているわけですので、もちろん吉田寮側としては訴訟なんかしないで普通に取り決め通り話し合いで解決をしたいというふうに京大に申し入れをしているのですが、一方で京大がこれでも訴訟をもう強行するというのであれば、吉田寮側としてはその吉田寮を守るために訴訟に応じ断固として戦う構えだという姿勢を出しているようです。訴訟の結果はもちろんまだ出ておりません。京都大といえばね、かつて帝大時代には総長が、法学部の一部の教授を自分の判断で辞めさせて、その時に事前の取り決めと違うじゃないかと言って、法学部の教授がみんな一斉に辞職した滝沢事件とか、そういうのがありましたけれど、反権力、そういったものにはとことん打って出る大学というイメージでしたが、近頃はもうなんだか打って変わって、自分の大学そのものが権力としてですね、無理やりそれを振りかざすような、そういう状態になっているのがなんとも皮肉的です。高校生たちがなんか見学に来たみたいですが、なんかみんな私のこと知ってたみたいにびっくりしましたよ。こっちに手を振ってくれてるのもあったんですが、拡大すると私のことを、ね、知らなくて映りたくないような人も映しちゃうことになる。それは悪いかなと思って映しません。京都大の出身者で有名な人、私が知ってるのでは、ノーベル賞を取った湯川秀樹、友永慎一郎、あとは、総理大臣近衛文麿、あとは教育課の高田文宏とかその辺かなと思うんですが、そういったね、エリートになるような人たちがあそこの門から出入りしてるんだなというのを見ると、なんだかすごい感慨深いなと思いますね。こちらにこれあります。あそこにね、京大吉田キャンパスって言うんですけど、こちらが吉田神社、これは藤原氏の内神の神社として有名な神社でして、諸社ネギ神主ハットっていうのありますね。武家諸ハットと近中並びに公家諸ハットっていうのが有名ですけど、幕府がね、神社お寺はこういうの守れよみたいな江戸時代に出したお触れですが、それでね、ここの神社の強さみたいなのが決められまして、江戸時代にここの神社が全国の神社の神主さんをね、自分ではいあなた神主みたいなこう決めることができた、結構超強い神社でした。これ上の方まで上がっていくには結構疲れますんで、もういいわ今日は。京大の前にある東一条通りはね、いつも縦看板がずらっと並んでるんですけど、なんもないな、いつも京大の人たちがねずらずら並べてるんですが、最近はなんかこうやっぱ京大の当局に撤去されちゃったりってことが多いみたいですが、今日は大阪あたりまで行くことを決めていますが、しかし今日の行程自体は今のところ未定です。適当に来たバスに乗りましたが、このバスは京都駅へ向かうものではないので、どうも京都観光をすることになるのかな。今日の予算ですが、松本までのバスの動画そんなには、ね、伸びませんでした。現時点で5万5000再生なので、今日は7500円です。粉も買っちゃいました。ちょっと飲みたくなったんでね、130円。これから行く知恩院は浄土宗の総本山なわけですけど、後ろにはですね、浄土宗宗務庁というのがあります。つまり浄土宗の何ですか、事務的なこととかいろいろ取り扱っているところを、拠点になっているわけですけど、これがね、宗務庁というのは東京港区とそれからここと2つあるんだそうでして、どうも京都の方が規模は2倍ほど大きいようです。食欲を持て樽を知る、いいこと言うじゃん。
私コンビニで値段を見ずに買い物を自由にするっていうのが長年の夢だったんですけど、まあ今はね、あの動画の企画上めちゃくちゃ値段見て買い物してますが、あのそれ達成するとね、なんか非常に開放的な気分になりましたね。これは消欲の部類に入れていいんじゃないかなと思うんですけど、確かに満ち足りるという幸せをひしひしと感じております。立派な知恩院の三門。知恩院は徳川家が浄土宗を信仰していたことから、その支援を受けてどんどん立派になりました。しかしこのような坂の上にあって、また非常に巨大なので、実は京都御所を見下ろし、いつも徳川家はお前たちを見張っているのだぞと、公家の方へ示していたのではないかとする説もあるそうです。今基本的に無料でどこでも見ていくことができるようです。京都では結構拝観料がかかることが多いんですが、ここは観光には貴重なお寺と言えます。でさっきのところも見学してきましたけどね、なかなか良かった。あのまず撮影はできないんですが、大変立派なところでした。でそれ以上に良かったのは、ちょうど10時20分から、法話の時間になりまして、つまりお坊さんの話を聞くということですが、今回は埼玉から出張になっている方が担当されているようでしたけれど、高校時代なのかな、最初から話は全部聞けなかったんですが、何でも不登校になられたそうでして、親子の関係も必ずしもうまくいっていないという状態でも、お寺での修行を通じてだんだんと成長していき、家族に対する思いも高まっていったとか、そんな話をね聞きました。今知恩院を出てきましたが、もう京都はね、歩けばとりあえず名所があるような場所でして、これ見つけたのは宮内庁って書いてあるから何かなと思ったら、花園天皇の御捧があるそうです。花園天皇は鎌倉時代の天皇で、当時まだ、北条幕府がそのままやってましたんで、そんなにね政治面で何か目立ったことをしたわけではないようですけれど、和歌の達人ではあったようです。京都のいいところは、なんかすごい世界的な有名な場所とかでなくても、適当に歩いて見つかったものにぶらり入れば、おおすごいところがあるなと感動できるところです。だから時間がいくらあっても足らないということになりますが、まあそれだけたくさんあるので、何かのついでにぶらり、1、2時間とかね、まあ1、2時間半日くらいやった方がいいかな。大阪駅からちょっと京都にも寄り道しようみたいな感じで見ていくのが私のよくあるやり方。今回の動画前半と後半に分かれておりますが、前半部分については行程を確定させました。午前中は京都をこの辺り東山周辺を見て回って、その後は阪急電車か何かで大阪へ移動するという行程です。たったそれだけ。着きました。こちらが花園天皇の御捧となっております。こんな感じで砂利に線が引いてあって、今の上皇陛下は火葬をご希望ということなんですが、歴代の天皇は基本的に土葬で埋葬されてきました。ここにも花園天皇ご本人が埋葬されているそうですよ。すぐのところから前方に見える大鳥居は平安神宮のものです。明治時代に建てられた割と新しい神社ですが、ランクは高く寛平大社。平安神宮にはもともとあった京都御所の、平安時代の姿、大極殿とかね、そういった諸々の建物を8分の5の大きさで復元した、まあ、観光施設的な神社と言っていいのかな。平安京に遷都を決めた桓武天皇と、その平安京で過ごした最後の天皇、孝明天皇が祀られています。降りてきました。今三条通りです。三条通りというのはあの東海道の道でもありまして、こっちに行くとゴールの三条橋鴨川があり、こちらに行きますと、まあ、いわば東京日本橋方面というわけです。あの洛中はですね、上の方から1条2条3条4条5条6条4条8条9条10条ということで、あの横にね太い道がこうバン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 と引いてあって、また縦にもこうね、まあ、王子が伸びてるわけですけれど、あのこの、横の道1本の間隔、それが大体500メートルほどあります。まあ、つまり1畳で500メートルなんで、京都駅は7畳にあるんですよ。観光地が多くあるのは1畳から3畳ぐらいまでで、京都駅が7畳となると、まあ、大体ね京都駅から2、3キロぐらいは大体の観光地は離れてるんですよね。もちろん駅近の観光地もありますが、まあ、そういうわけで京都はなかなか移動にはですね難を要するところになっているのです。JR 京都駅が7条ではなくて3条4条のあたりにまだあってくれたならば、少なくとも阪急電車ぐらいの場所にあってくれたなら、京都の観光はもっと抜群にしやすかっただろうなと思うんですが、それはね仕方ありません。この先に大きな山がありまして、この山を越えて行くというのはちょっとね、電車を引っ張るのは大変です。電車は山に弱いですから。東山が急だから登りませんで話が進むならいいですが、そう簡単には許してはもらえません。頑張ってこの山を越える、まあ、もしくはこの山を利用するということが京都でも多く行われました。ここにあるのは無人発電所、サンダーはいませんけどね。
非常に古い発電所ですが、日本で一番最初の水力発電所だそうです。これがそうなのかな。まあ、なんで水力発電所がここにあるのかというと、ここの近くにですね、琵琶湖疎水、琵琶湖から取ってきた水を流すための川を作り、そしてその川が流れ落ちる勢いを使って水力発電をして京都市内に電気を供給し、明治になってから少し寂れつつあったその京都をまた近代化させようと、そういう計画があったのでした。この発電所なんですけど、相当な巨大プロジェクトだったようで、当時ですね、東京大学を卒業したばっかりの21歳の人を、主任の技師に据えて、それで始めたそうです。京都市の年間予算の数十倍ぐらい、ね、かけて作ったらしいんですが、すごいですよね、そんな若い人に全権を任せるなんて、そんな巨大プロジェクト、まあ、それぐらい、当時知識のある人間というのが、全国で渇望されていたということなんでしょう。ちなみに当時正確には東京大学はなくて神戸大学校って言ったんですけどね。琵琶湖から取ってきた水をこのパイプに通して発電所に送り、そして今でも電気を作っています。ここの辺りは自動車では京都の玄関口となっておりまして、本当に多くの往来があり、車線も大変多くなっています。なんか歩いてたら携帯拾ったんだけどな、これどうしよう。ツイッターでとりあえず拡散でもするか。よかった、落とし主がね、今ちょうどこの電話にね、連絡してきたところで、ここに落ちてましたよって言って、雨の当たらないところに置いてきますんで、これだったらわかるんだろうということですが、目的地はここです。落とし主本人も歩いてきてですね、普通に喋ることもできました。まあそれどうでもいいんですが、あそこの奥のトンネルをずっと遡っていくと琵琶湖に至ります。まあつまりこれが琵琶湖疎水というわけです。確かに作りがね、どれも明治時代っぽくて素晴らしいですが、この琵琶湖疎水の目的は発電、それから京都に水を供給することの他にもう一つあって、それが水運です。別に物を運ぶのはね、鉄道だけではありませんので、この川といいますか水路を使って滋賀方面、もしくは滋賀方面からの荷物の受け渡しというのをやっていました。ただしこれから先はとんでもなく急な傾斜になります。この急な傾斜はさすがに船で運航することはできないというわけで、いろいろ考えました。ここで行き止まりにし、船だまりというのかな、それを作ってですね、あそこにあんな台車がありますけれど、その台車に船をそのまま乗り上げてしまって、あとは上から吊ったケーブルでもってぐるぐる注意深く下ろすわけです。立山黒部アルペンルートで2回ケーブルカーに乗りました。仕組みはあれと同じインクラインと呼ばれる方法です。水はどうするのかというと、ここからですね、下の方へ吸い込まれていきます。水は別に勝手に落ちるだけですからね、多少勾配が急でも、まあ問題はないはずです。どんどんみるみる吸い込まれていきますね。結局鉄道や道路輸送に負けて、戦争が終わってすぐにもうこのインクラインは使われなくなってしまったんですが、この辺りのシンボルということで、保存工事などいろいろ丁寧にされています。奥から船がこのまま乗って、そしてこのぐるぐるでケーブルを回して船を下ろしていたんですね。2本のレールに従って36メートル下ります。これは垂直方向に36メートルでして、総延長568メートルだったかな。それは世界で一番長い鉄道なんだそうです。なわけないよな、568メートルぐらいで世界一なわけないと思うんですけど、多分もっと世界には長いのはありますよ。つまり何かでね、世界一が日本一だったはずなんですが、ちょっと思い出せませんので、視聴者の方ご存知だったら教えてください。これが琵琶湖疎水の全体図です。大変わかりやすいですね。こんな風にずっとなだらかな傾斜で来てるんですが、このケアギンクラインの区間だけ急にですね、15分の1というとんでもない勾配になっています。発電に使われなかった方の水もですね、このようにインクラインと一緒に流れ落ちます。かなりの急な角度です。そして10分ほど進みまして、終点南禅寺の船だまりに到着。ここから先はもう一度船が水の上に出るということになります。こっち側はね、あんまり整備してないからか、水がそんなに出てこなくて、この通り草むして荒れ果てていますけれど、もともとは水がしっかりと巡らしてあったはずです。少なくともこの先はそうなっています。函館、青森でご紹介した青函連絡船の逆バージョンみたいで、つまり、船と船を鉄道で連絡するという面白いやり方ですね。これから先は随分広くなります。ちなみにあの噴水ですけれど、この間ご紹介した兼六園の噴水と同じ仕組み、つまりサイフォンの原理、上から落ちてくるその水の圧力を使ってそのままビューッと吹き出しているんだそうです。この辺りでね、インクライン、うわまだかよ、順番遅えな、早くしろみたいな、そんな風なみんなで順番待ちをしていたんでしょう。うわ懐かしい、全然関係ないですけど、僕修学旅行の時来て迷ったところですね。
修学旅行に行った一緒に行った人たちはみんないい人たちだったけど、修学旅行自体は全然楽しい思い出じゃなかったな。穴も1ミリも楽しいとは思わなかったし、二度と行きたくないし、もう二度と修学旅行が人生にないのだということを考えると、とても幸せな気持ちになります。修学旅行のね、何が一番つまんないって、やっぱりあの普通の中学生ぐらいの人はね、例えばここの琵琶湖疎水、あ、近代化産業遺産、みたいなことで、こう、あ、こういう船を積んでたんだみたいな、そんなじっくり考えるってことはしないわけです。わ、金閣寺ピカピカで綺麗、あ、これ絵はがきで見たことある、清水の舞台、八橋おいしい、それだけですからね。いや別にそういう旅行でもいいんですけど、あのそれがね、あのどっちが優れてるとかってんじゃないんですよ。ただ私はなんかそれだけで旅行するっていうのはすごい損した気分になるんですね。でやっぱり友達たちとあの、思い出を作ろうという趣旨で、まあ、修学旅行で実施されるわけですから、その趣旨に対してあのそぐうような行動をしなきゃいけないわけじゃないですか。でそのね、みんなに気を使って、しかも団体旅行であるにもかかわらず金はかかるし、何もいいことなかったなと思います。やっぱね、あの気の合わないというか、あの方針が合わない人と一緒に旅行するほどことほどね、つまらないことはねないと思いますよ。いくら仲のいい友達と一緒でもです。で今通ってきたインクラインがこれなんですけど、あの私はなんでここに来て高校中学か中学の時に迷ったのかというと、あのこの先にある南禅寺に行ったからです。南禅寺はいいとこでしたね。とても良かった。立派な山門をくぐり着きました南禅寺。ここは全国の禅宗禅寺の中で最も格の高いお寺です。室町時代、足利義満によってそう決まりました。もともとは京都五山の最高峰だったらしいんですが、京都五山、鎌倉五山の最高峰に改められました。最高峰ってのはちょっと違うかな。あの、最高峰のさらに上の、別格というわけです。で、この南禅寺自体もすこぶる立派で抜群に価値のあるところですが、この南禅寺にも琵琶湖疎水がまた引き通されています。これ琵琶湖疎水じゃないですよ。ただの水路ね。琵琶湖疎水はどれかというと、このローマの水道橋みたいな立派な橋です。琵琶湖疎水を通すときに、南禅寺の境内をそのまま通そうということになって、実際にこんな、まあお寺の雰囲気とはまたちょっと違う西洋風のレンガ造りの橋が現れたのです。これね、今だからなんか趣あるみたいな感じですけれど、どんな古い建物でも作った当時は最新なわけでして、作った最新の明治時代には、こんなありがたいお寺の中にこんなもん通すんじゃないと言って相当ですね、批判にさらされたそうです。まあ、しかし実際にできてみると、まあ、こんな面白いものがあるのかといって南禅寺にはこれ目当ての見学者が殺到したとも聞きます。もちろんこれは現在の水道橋として普通に使われてますので、この上高いところを水が通っているわけです。坂道を登ってきました。これが琵琶湖疎水の、水道橋の上部分です。まあ、この辺になると流れも随分落ち着いてますけどね。あの鴨川の方に流れるルートとかいろいろさっきの船だまりのところから分かれましたんで、もうそんなにはありませんが、あの奥のところトンネルは見に行くべきでしょうか。まあ、夜に前にここ来た時は何も見えなかったんですが、やっぱり昼間に来るべきですね。こういうわけで、当時の京都市の予算の十何倍もかけてこんな立派なものを作り、今でも京都市の水の源として活用されているわけです。でもなんかちょっと生臭いような気がするな、この水は。まあ大丈夫なんでしょうけど。じゃあ京都観光は午前中はこんな感じで、午後の分に関してはちょっと明日の撮影になりますけれども、よろしくお願いします。あのこれから先はですね、大阪へ向かうことになります。予算は京都明日で、一体でやりますんでね、まあ、ご納得いただけるでしょうか。もう一度この場所に来たんですが、この勾配はですねパーミル換算で 66.7 ということで、この間お話ししました軽井沢と横川の間にある勾配と全く同じ水準だそうです。京都市内で縦の移動をしようとすると難儀します。市内でまともに縦移動ができるのは京阪電車しかありませんが、それも京都駅へは直接行ってくれません。準急淀屋橋行きです。次の停車駅は祇園市場です。
Please exit on the right. 東海電車が揺れます。お足元にご注意ください。